理想友人の話をバイトで知り合ったシン二とは同じ大学だったがバイト以外では顔を合わすことはなかったバイト経験ゼロだった俺に仕事をしているふり上手なサボり方を教えてくれたようはチャランポランな人間だバイト先は酒屋で仕事内容は 店番兼配達その日は珍しく客どころか電話一本ならない日だった俺さ今月で大学やめちゃうんだよね会話もなくなりかけた時信二がいきなりそんな話をしだした信二も俺もまだ一年うちの大学は 次第で入学費だって馬鹿にならないのに理由が。だってここ田舎じゃんの一言。変な奴だと思っていたが本当に変な奴だった。さらに話題もつき無言の時間が長引くと何やら気まずくなった俺は。信じってさ、なんで配達とかのバイトしかしないのどうでもいいことを聞いた。 シンジは今までいろんなバイトの経験談を語ってくれたが引っ越しやピザ屋、クリーニング屋など大して時給が良くないここへ来た理由を聞いた時も配達に行けるからだった俺の質問にニヤーッと笑うとどうしようかな行っちゃおうかな 俺どうせ来週でここもやめちゃうし。どうでもいいことをなぜかじらされ、さらにどうでもよくなってしまったが、かまわずシンジを話し出した。俺さ、もうすぐ死ぬ人間がわかるんだよ。シンジのキャラがキャラなだけに信じられなかったが、暇だったんでそのまま聞いてみた。死ぬ。 10日前くらいから人の色が黒くなる。黒くなると言っても肌が日焼けするのとは違って人間全体を再度落としたかのように暗くなる。四季が近くなればなるほど黒くなっていくそうだ。配達をした色といろいろな人に出会う。すると黒い人間に会う確率が上がるからというのがバイトの理由だった。 俺は信じてはいないがそれで見つけたらどうすんの助けてあげるのと聞くとはバカにされた「もうすぐ死ぬから気をつけて」と言ったところで確かに変人扱いされるだけだ俺はね見届けたいのそいつがどんな死に方するか病気や 老衰は予測がつくけど、若い元気なやつとかが黒いと超気になるじゃん。あ、でも、運命が変わるのかわかんないけど、たまに黒かったやつが急に黒くなくなったりはするよ。実験とかしてねえから、俺もいまいちわかんねえけど。シン次の話にポカンとしている間に、バイトの時間は過ぎ、一日が終わった。 シフトが合わず、真じにはそれっきり合わなかったが、電話がかかってきた。大愛のない世間話の後に、お前、こないだ俺が言ったこと、どうせ信じてねえだろ証明ってわけじゃないけど、スナック人のマスターと伊藤の奥さん要チェックや。死んじゃったら教えてね。それじゃあ俺、4日後には東京帰るから。 俺に信用教えろという内容だった。どちらも新人が担当していたエリアの人たちだ。俺はまさかと思いながらも気になったんで新人の配達エリアも担当することにした。5日ほど経ったある日、スナックのマスターが脳梗塞で倒れ、次に俺が配達に行った時には亡くなってしまった。 俺は急に怖くなって新に電話したが繋がらなかったその足で伊藤さん家に向かった配達はなかったが新人の話だともう奥さんが死んでもおかしくない頃だったからだいつものようにチャイムを鳴らし奥さんを確認したら配達を間違えたあと言って立ち去ろうと考えていたすると出てきたのは 普段家にいない旦那さん。奥さんは留守だった。次の配達の時も留守だった。気になっていた俺は、酒屋の店長に何気なく聞いてみると、ご近所の噂では夫婦喧嘩が有名だったから、奥さんは実家に帰ったんじゃないかという噂しかわからなかった。まるで、 タイミングを見計らったように、真ジからその夜電話があった。俺はここ数日のことを話すと。そっか、マスター脳梗塞か。俺の予想では自殺だったんだけどな。伊藤の奥さん、庭にでも埋まってんじゃねえの俺も一瞬考えたことをさらりと言われてしまった。噛んだ。 こっち遊びに来いよ楽しいぞ黒いのがいっぱいいるんだぜ伊藤さんのことが頭でぐるぐる回り新人の話がまるで頭に入らなかったその後何を話したかも覚えていない伊藤さんちの謎のかさすのように探り出す勇気もない俺はさっさと酒屋をやめてしまった この後、もうシンジとは会うこともないと思っていたが、大学2年になって仲良くなった霊感の強い中国人のせいで何度か危ない目に遭い取りつかれたのではと思うたびに、小心者の俺はシンジのもとへ真相を見てもらいに行ったことがある。今度また暇な時に、その中国人の友人の話をしたいと思う。